石川県加賀市の鳳凰山横穴軍展示館にやってきました。駐車場とても広いです。そしてここは桜がめちゃめちゃ綺麗に咲いてます。見頃ですね。満開じゃないですか。横穴古墳専用駐車場です。撮影している人がいます。ちょっと白山は見えないですね。ここはずっと桜が続いてますね。そうだね。はい。1キロぐらい続いてそうですね。はい、素晴らしいとこです。桜のトンネルになってるじゃない。そうね、綺麗な川ですよね。あ、じゃあ先行ってください。いや、いいとこじゃないですか。はい、はい、涼しくて、川も綺麗だし、ちょっと違う種類の花も咲いています。朱塗りの橋がありました。これは満開だね。満開ですね。ここは絶好の撮影ポイントですね。21世紀メモリアルテイボー桜並木、平成12年。あそこに鳥居あるよ。そこで終わりみたい。あ、でもこっち側にも桜あるね。もうそこで参拝して、はい、はい、参拝して U ターンするようにしましょう。橋からの桜、こんな感じです。白山神社でした。
灯籠が苔むしてるわ。大きな鳥居やね。あれが本殿ですか。本殿にシャチホコ乗ってるわ。すごいね、その高級の塔。はい、では参拝しましょう。下がり富士ですね。では帰りは同じ道を戻ります。朱塗りの橋を渡るオーバー。この道いいですね。ずっとこう左カーブしてるのがこう一望ですよね。素晴らしい道でした。駐車場まで戻ってきましたが、反対側にも桜咲いてるので、ちょっとこっち側も歩いてみましょう。はい、いぶり橋川。いや、いぶり橋川。はい、いぶり橋川。大きいよね、この桜の木。見応えがありますよ。こちらの木はとても枝ぶりが大きくですね、こうドーム、桜のドームの中に迷い込んだような感じがします。はい、両側に張り出した枝が見事です。しかも満開。あそこにベンチありますね。あそこまで行ってみましょう。いや、圧巻ですね。古墳がある。古墳、あ、本当だ、古墳ですね、あれ。というか公園の、トンネルの山じゃない円墳かと思いました。そうです。はい、じゃあこの辺りで U ターンしましょうかね。もう終わりでしょ。あ、まだまだ続いてるいますけどね、切りないんで。はい、ずっと続いてますけどね。はい、もう すごい規模ですね。駐車場まで戻ってきました。史跡法王山横穴古墳。